このビデオではスライスの原因であるインパクトの時の左肘の抜けを解決する方法をあなたにお伝えします。はい、それでは左肘の抜けを修正ドリル、修正するドリルをご紹介します。左肘が抜けるということは、手元がボールに当てにいく動きが強すぎて左肘が抜けます。これを解決していきます。手の動きに対してヘッドがさらに大きく円を描くように回ることが重要なポイントになります。スライスをするという人は同調して手の動きとヘッドの動きがほぼ同じように動いている人は飛距離も出なく肘も抜けます。ここで解決ドリルは足を閉じて構えます。手首を使って手の動きに対してヘッドを大きく体の周りを回転していく動きを作ります。このようにすることでボールは左回転の低いボールが出てきます。このボールが出るまで皆さんこのドリルを実践してみてください。以上でレッスンを終わります。動画レッスンを最後までご覧いただきありがとうございました。三浦クラブです。あなたを会員サイトにご招待いたします。もちろん全て無料ですのでご安心ください。この会員サイトではまずはじめに知らなきゃ上達できないゴルフの基礎、ゴルフナレッジをプレゼントしています。77ページにわたるテキストと20分の動画レッスンでゴルフの基本は完璧です。基本をマスターすればかっこいいスイング、飛距離アップ、スコアアップなど全て手に入れることができます。ゴルフナレッジを手に入れることであなたのゴルフ上達のスピードは格段にアップします。会員サイトはそれだけではありません。ドライバー、アイアン、アプローチ、バンカー、パターなど YouTube での動画レッスンよりもさらに細かく丁寧にレッスンしています。随時いろんな情報をアップしていきますので楽しみにお待ちください。会員サイトへのアクセスは簡単です。 YouTube 画面下のこちらの URL をクリック、メールアドレスとあなたのお名前を入れこちらのボタンをクリックしてください。登録は完了です。3分以内に会員サイトへの招待状をメールしますので確認してください。万が一招待状が届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合やアドレス入力間違いがありますのでご確認ください。会員サイトではあなたのゴルフを革新させるレッスンばかりです。期待してください。それではあなたのお越しを心よりお待ちしております。